横殴りの雨となっていて視界が悪くなっています。完全に水に浸かってしまっています。県内各地に記録的な豪雨をもたらした台風10号。河川の氾濫や土砂災害が発生し、大きな爪痕を残しました。国東市安芸町です。川沿いの護岸が大規模に崩落していて、道路が跡形もなくなっています。国東市安芸町では安芸川が増水。護岸がおよそ100メートルにわたって崩れました。びっくりしましたよ。どうしてこれを元に戻すんだろうかと思って気になってたまりません。安芸川の流域は浸水被害に見舞われ、住民が片付け作業に追われています。自然のことやからな、しょうないわ。まだ家の中気をつかる。佐伯市の宇田城港です。こちらには川から大量の流木や木くずなどが流れ込み、水面が隠れてしまっています。佐伯市の漁港には大量の流木が流れ込み、船が出港できない状況になりました。いや、やっぱり困ります。ちょっと大きいゴミはさすがに陸に上げないとちょっと無理ですね。由布市の観光スポット金林湖です。台風の大雨の影響で水が溢れ出し、すぐそばにある旅館の敷地にまで水は流れ込みました。由布市由布院町では金林湖の水が溢れ、旅館の敷地に流入。浸水した食事処は臨時休業となりました。全部洗剤かけて今流している作業ですね。衛生面とかその辺の安全を確保しながら、必ず営業は近いうちにはしたいと思ってますね。佐伯市内の県道ではおよそ50メートルにわたり土砂や倒木が流れ込む被害が確認されました。土砂崩れがあった佐伯市の現場です。現在撤去作業が進められています。重機を使って土砂の撤去作業が行われていますが、復旧のめどは立っていないということです。湯の平温泉につながるこちらの県道は通行止めとなっていて、奥では2年前の豪雨と同じ場所が被害を受けています。由布市由布院町では籠の川が増水。2年前の豪雨被害からの復旧作業が行われていた県道が再び被災しました。由布院の観光スポット佐切台へと続く道なんですが、この先道路が陥没しているということで現在通行止めとなっています。県道別府一宮線では由布市の一部が陥没、全面通行止めとなっています。一方、昨日宮川が氾濫し一帯が浸水被害に見舞われた由布院町の川北地区、一夜明けおよそ60センチほどの高さまで浸水したという釣り堀では、営業の再開に向けて片付け作業が進められました。大きなネットを張ってますので、そのネットで全部が出ていかないようにはなってます。 100% は出来上がってませんけど、通常の、営業は明日から再開しようということにしております。水道水の濁りを受けて由布市役所では雨も降る中、今朝から多くの方が水を汲みに来ています。由布市庄内町では水道水の濁りが発生、市が給水車で対応に当たりました。せっかく台風が通り過ぎてもね、今度お水を飲んで悪くなったなんていうと困るので。記録的な雨で地盤が緩んでいるところもあり、台風が過ぎ去った後も土砂災害などに警戒が必要です。